はい、エビちゃん、皆さんいつもご視聴ありがとうございますということで、スキルレートも2263いったということで、まあその中でね、めちゃくちゃ個人的に今までやってきた中で完璧な試合ができたので、ちょっとそれを見せていきたいと思います。相手はレートが2053のモサです。じゃあよろしくお願いします。はい、ということで対戦よろしくお願いします。一応相手の方は、まあ、毎シーズン2000から2100ぐらいある、まあ、韓国の方かなの猛者の方です。まあ、正直普通に強い相手ですので、ただその強い相手に対しても、まあ、守備攻撃ともにほぼほぼミスなく、特に攻撃自分の中で本当に理想とする攻撃ができたので、そこを見せて、いければなとは思います。というかそこを見てほしいかなとは思ってます。でここはやっぱりまあ相手の方、この中盤のボランチでずっとこうパス回しをしているので、まああの、こっちのボランチしっかりカーソル合わせて、しっかり守備をしてカットすることができました。本当にね、強い方っていうのは、じれたら負けなんだよね。一回ちょっとこう、ボランチって感じでずっとパスを出してくるので、そこで何かじれると、どっか空いてしまうので、そこのミスだけはないように気をつけて心がけてました。攻撃に関してはなんですけど、まあ、いつも通り一緒ですね。4-2-2-2で、まあ、サイドバックとサイドハーフを使いながら、チャンスがあれば中央から攻めていくっていうような形になってます。やっぱり相手の方もしっかり強いんで、なかなか開かないんですけど、まあ、そこもこっちもね、同じように、相手と同じように、まあ、しっかりポゼッションをしながら、なんとか崩していくっていう感じですね。やっぱり相手も、やってくることはやっぱ強い人って一緒なんですよね。このボランチでしっかり、キープしてから最後こういう空いたところでパスを出してくるっていうような形ですね。ちょっとこの試合怪しいなと思ったのが、この相手の、このラクロワ、ちょっと怪しいなって思いました。うん。ああいうところを、ああいう感じで弾いちゃうの見ると、どうなんかなって思いました。で、これ先制点の場面なんですけど、もう完璧すぎる。もう何も文句なし。ここ奪ってから、このマイナス方向のネイマールにマルチョンパスをして、一回このマイナスにいるベリンガムに落として、で、相手がこっちのカントナに出して逆エラしてから、最後はここでシュートじゃなくて最後横のネイマールをちゃんと見て1点目です。もう完璧すぎる。もう何も問題ない形だったんじゃないかなと思います。しっかりアクションランをゴール内に突っ込んで決めていくと。で、まあいい感じで先制点が取れたので、まああとはしっかり守ってね、まあ、この辺相手ちょっとこっちの攻撃に焦ったのか分かんないですけど、簡単にボールくれたんで、この辺はちょっと相手の気持ちが若干切れてたのかなっていうのはあるので、ラッキーでしたね。これはまあオフサイドなんでどうもないって感じです。いや、ほんとこういう強い相手、大会とかでもそうなんですけど、先制点って本当に大事になってくるので、まあ、ビビライとかまあ、どの試合でもそうなんですけど、本当にこのゲーム先制すると気持ちが楽になるんで、本当に先制点を取る取らないは大事になってくると思いますね。で、今のはちょっと一回怪しかったね。本当に空きそうになっちゃったんで、ああやってちょっとセンターバックを前に出すことで本当に一気にこっちのピンチになりかねないんで、センターバックを出す出さないは本当にシビアになってくると思います。こうマジベリンガムいい位置いってくれたね。ああいうところでサイドで空いてるときは本当にああいう感じでシンプルに出すのが結構いいと思います。もうしっかりパケタで持ってね、まあ、キープ。もう相手があくまでこのセンターバックをつなぎながら全体でビルドアップですね。で、こうサイドチェンジした瞬間に選手ロックして、ベストをオフサイドにならないように動かして、相手のセンターバックちょっと引き寄せられてたんで、丸パスで最後はカントナでゴール。これももうほんと完璧。ここでベストで選手ロックして、オフサイドにならない動きをして、で相手のセンターバックが若干こっちに引き寄せられてたんで、あそこのスペースに向かって丸パスで最後はニアサイドカントナです。まあ今ここシュート打つんじゃなくて、上の方のジノラに出してもよかったと思うんですけど、もう逆にあれ入るんだって感じでした。正直打つ気はあんまりなかったというか、普段だったらジノラに出してたんですけど、まあ、ちょっと思い切り持ってカントナで打ってみたら入ったんで、まああれ入るんだなっていう感じの一個の発見にはなりましたね。本当にああいうところって、いつもやってるのじゃなくて、こう積極的なプレーをしたりすると、ああやってうまくいくことがあるんで、ああいうので、こういうシュート入るんだなとか、そういうのを見つけていくのはめっちゃいいことだと思います。普段してないことをしたりすると、結構それがうまくいったりするので、本当そういうのは自分の中で、あ、これ入るんだ、これ入らないんだっていうのを確認することってめっちゃいいことなんで、本当自分でいつもやってるプレーをしないときに、
なんかうまくいったプレーとかがあれば、あこれ入るんだなって自分の中でインプットしていくのがやっぱりサカゲーって一番大事なことなんじゃないかなとは思いますね。この辺はやっぱりしっかりこうボランチで持ちながらね、相手を引き寄せてからサイドに出してって感じです。ここはいい感じでベリンガムが走ってたんで、そこに一応丸パス出してみたんですけど、ああいうのもあれですね、試しですね。普段やってないプレーをああいう感じで出していくと本当にうまくいくときはうまくいくって感じですね。でここは斜めスルーパスですね。まあここ本当はジノラでボールキープ、後ろ一回向いてカントナに出すのが一番正解だったのかなとは思いますね。ただやっぱりこういう強い相手に対しても斜めスルーパス本当に有効なんで、まあ、ちょっとチャンスがあるなって思った時はもうどんどん出していくのがいいと思います。これ一番ピンチでしたね。まあ、ここは打たれなくてよかったなって感じです。緑出されてファーサイドに打たれてたら、まあ、あのちょっと危なかったと思います。ああいうところもやっぱ個人的には打たれる方が怖いんで、ちょっとキープしてくれてよかったですね。やっぱ本当にこういう強い相手との試合は思い切りが大事なんでね、そういうところは大事にしていきたいと思います。でこれもう完璧すぎる。自分でもまあこれ最後ラッキーだったんですけど、この選手ロックしてニア寄せてから相手のディフェンダーをニアに釣ってからファーに動いてもう1対1を作ると、まあ、この選手ロックの使い方もまあ昨日動画で出したと思うんですけど、まあああいう感じの選手ロックの使い方をするとうまくいくんで、本当に選手ロックは強い技だと思いますね。しっかりここで関東でアクションランを決めていくと。いや本当にこの前半の 3-0 に関しては本当なんか守備面は何個かミスはあったんですけど、攻撃は本当にミスなくできてるんで、本当に自分を褒めたいぐらいの試合ができてるかなとは思いますね。この辺もやっぱりもう相手の方ちょっと焦ってくれてるんで、こっちにすぐボールくれるんで、まあ、そこからはねもう自分で落ち着いてプレーするって感じですね。やっぱりね、ほんとサカゲーってね、こう、1点失点したり、1点先制、1点失点したりするとね、気持ち切れちゃって、いきなりプレー雑になるプレイヤー結構いると思うんですけど、本当にそれだけはやめといた方がいいと思います。すごいもったいないと思うんで。なんかめちゃくちゃこう苦戦してたのに急に点が入るなみたいな試合って結構あるんで、ほんと、皆さんも結構あると思うんですよね。失点して、ちょっと気持ちが切れちゃうとかって。そこは、本当に、焦らず、プレイした方がいいと思います。でこれに関しては、最後44分なんで最後のラストワンチャンス、45分になるまでボールキープをしてっていう感じですね。で残りロスタイム表示が出たのでここから勝負をかけてます。ここでネイマールで勝負をして、カントナファーサイド空いててサイドバックと対峙してたので、最後はカントナでヘディングで4点目ですね。まあ、この前半の締め方に関しても完璧でしたね。最後45分になるまで攻めないで、最後45分ロスタイムになってから攻めて4点目と。でももうほんと完璧すぎる前半。何も自分でこう見てても、なんかミスがあったなっていうのもないし、完璧すぎる攻撃ができてるなっていうのは思いますね。この攻撃ができれば、アジア大会もいい結果残せるんじゃないかなってぐらいの、完成度が高い前半だったかなと思います。で、後半に、行ってます。ここもしっかりね、ベストでキープしてからサイドバック使って中央が空いてたら、まあ、ここもったいない。これ、今のもったいないね、めっちゃ。あそこの遠い距離で、相手の選手が近いと、ああいう感じで強パスって通んないんで、ああいうところは気をつけないといけないですね。ここもネイマールでね、しっかりキープして、もう逆ついて縦向いて。これね、横パス出せ、ダイレクトで出せてれば1点だったと思うんですけど、入力が入んなくて、ちょっと点が取れなかったって場面でしたね。ただあの辺もめっちゃ落ち着けてるかなとは思います。まあ、なんかさっきも話したんだけど、なんかサカゲーって不思議なもんでこう、点が取れてるとプレイがめっちゃうまくいくって多分ほんとみんなも経験あると思うんだけど、なんかマジで不思議。メンタルゲーなんよな、明らかに。もう先制して余裕、もう4点取ってて余裕があるから、なんかいつもよりもなんか余裕あるプレイができるみたいな。マジで不思議。ほんとにメンタルだと思う。こういうところに関しては。今のところとかも、もっと、本来だったら、あんな積極的なパス出さないけど、もう4点取ってるから余裕あるから、いろんなプレーを試してるっていう感じですね。ここもスルーパスから。ここもな、ここで打ってよかったね。逆エラからジノラに出そうとしたんですけど、普通にカントノで下向いた瞬間に打てば入ってたかなって感じですね。
いやこういう完璧な試合をしたっていうとこでもやっぱ見てみるとね、割とこう反省点が多いというか、あもっとうまくいったなっていうプレーいっぱいあるんで、マジで見返すのって大事ですね。この辺もねしっかりアントナ前線から守備をしっかりしていくと。で今一瞬ベリンガム出したと思うんですけど、ここに出されちゃダメなんですよね。本当は完璧とは言ってるけど、ああいうところでボランチ出す出さないは本当に重要なところになってくるんで、あそこでちょっとボランチ出しちゃうとね、今もちょっとボランチ剥がされてるんで、ああいうところ本当気をつけないといけないですね。ってことで、ここからはスパサブ、入れてます。アダマトラオレかな、トラオレ無双が今から見れるんでちょっと楽しみにしておいてください。いやちょっとスパサブについては今後動画出したいんですけど、マジでトラオレおすすめなんで、皆さんもねぜひトラオレ使ってみるといいと思います。まあ、ちょっと今後ねあのスパサブこういう選手がおすすめだよっていう動画はまあ明日とか近々出そうと思ってるんで、それもちょっと見てもらえればなとは思ってます。で楽しいんですよねスパサブのトラオレ使うのが。とりあえず縦行くだけなんで、それでトラオレってマジで止められないんで、それがマジで楽しみ。毎回トラオレ使ったらもうトラオレでもう縦行ったろーって感じになってますね。もうトラオレでガッツリ行ってます。行け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 、はいはいはい、赤出しちゃうと。はい、ヘディングもダメ。はい、緑出してもダメと。もうこの辺はもう余裕持ってトラオレで遊んでますね。マジで楽しい。トラオレでドリブルするのが。ただね、こうトラオレで遊んでるだけじゃなくて、しっかり守備もね、集中してやらないといけないんで。まあ、この辺もなんかオフトラのタイミングとかもね、本当に見てもらえればなと思ってます。完璧かな？本当にオフトラとかのタイミングもいいし、いい感じですね。で、これね、これ見てほしい。ここで、一回、緩急入れてから、このスペースに、R する押し込み のボールを浮かす技ですね。これで5点目です。ここで一回加速して、相手のセンターバックとサイドバックの間にスペースがあったんで、そこに突進していくだけと。マジで気持ちいい。最高すぎる。で、これで最後緑出して、トラオレでゴールです。これ一応シュートが上手くない、ファイヤーの方かな。ファイヤーの方のトラオレなんですけど、まあ緑出せば、しっかりああいう感じで決めることができるんで、やっぱタイミングフィニッシュって大事だなって改めて思うシーンでした。ということで5点目。いや、ガチ気持ちいい。やばすぎる。ほんとこの試合に関しては気持ちよすぎる。なんかいつもは本当にこの方と試合するときって結構接戦だったり、まあ1点差2点差のゲームなんですけど、ほんとこの試合は余裕すぎて、ほんと楽しかったやってて。うわー、マジいけるわー、この試合ぐらいの感じで。で、こっからトラオレで遊んでいくと。いけ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 ー、マジでトラオレで遊んでる。トラオレでもう縦に行くだけ。うわ、ここシュルツ強いな。本来だったらな、あそこシュルツに取られないんだけど、なんか取られましたね。で、ここもトラオレで、もう縦に行くだけ。止めらんない。強すぎる。止められたけど。マジで楽しい。ほんとスパサブの選手使うのってね、これがおもろいよな。で、ここもトラオレ走ってるの確認して、プラスすると。で、後ろから来ても、吹っ飛ばすと。強すぎる。ここで遊んでももう自分で行くことしか考えてない。ここもプレスかけてからセカンドプレスで回収して、またトラオレで1対1。シザースからキープしてドリブルでも突っ込んでいく。いやー、決めたいねー。決められれば最高だったんだけどね。あと1点決めたいっていう感じですよね、トラオレで。なんかもうキエーザが息してないけど、多分キエーザいるかな、逆サイド。あ、ネイマールだね。いつもだったらネイマールのところにキエーザ入れてるんですけど、まあ、この試合余裕、体力もあったんで、変えてないって感じなんですけど、まあ、結局スパサブね、使ってても、もうトラオレと自分はまあ前のデイビッドぐらいしか活躍しないんで、もう一つの枠、サイドハーフじゃなくて、ボランチでもいいのかなってちょっと思ったりもしてる。サイドバックとかね。トラオレとデイビッドが活躍しすぎてて、他活躍してないから、ちょっと枠変えてもいいのかなっていうのは個人的にはちょっと思ってますね。はい、ってことでまあもう90分ということなんで、まあこれで終わりなんですけど、まあこういう感じでね、マジでいい試合ができたので、まあちょっと参考にするところはちょっと参考にしてもらえればなとは思います。ということで今回は以上になります。よければチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。